マック・ジョージ、マック・バンディは、アメリカの政治学者。ケネディ政権、ジョンソン政権の国家、安全保障問題担当大統領補佐官を務めた。後に、県人会議のメンバー、報道財団理事長を務めた。ケネディ政権で国防次官補、ジョンソン政権で国務次官補を務めたウィリアム・ P ・バンディは実刑である。バンディは、 マサチューセッツ州ボストンの長い間政治と関わりのあった家庭に生まれた。彼の母、キャスリーン・ローレンス・プットナムはボストン・ブラーミンの子供であり、彼の父、ハーベイ・ホリスター・バンディはミシガン州グランド・ラピッツ出身でヘンリー・スティムソン陸軍長官の特別補佐官を務め、マーシャルプランの実施に関わった外交官であった。彼は、米国政交会の寄宿学校、 グロートンスクールに通い、イエール大学で学んだ。ハーバード大学で教授を務め、1953年には、同大学で最年少の教養学部長となった。1961年から彼は、国家、安全保障問題担当大統領補佐官として、ケネディ政権に参画した。彼は、ケネディ政権内の賢人として、ピックスワン事件、キューバ危機。 ベトナム戦争などアメリカの安全保障政策に深く関わった。後に、ジョンソン政権下で、トンキンワン事件後に、ベトナムでの直接軍事行動開始を提言したが、他のケネディ政権からのメンバー同様、この戦争に対して懐疑的になり、1966年に国家安全保障担当大統領補佐官を辞任、フォード財団理事長に就任する。 同財団理事長を1979年まで務め、それから1989年までニューヨーク大学で歴史学の教授であった。1996年、心臓発作により77歳で死去。1954年、アメリカ芸術科学アカデミーのメンバーに選ばれている。ありがとうございます。